中国の天津超越国際食品カンシーフ、字は読めませんがキノコと鶏肉味です。揚げ麺に粉末スープと火薬、調味料、フォークがついています。麺はしけたような鈍い歯触りで質感は今一つです。スープは椎茸の旨味が十分に出ており、鶏の脂もたっぷり入っているので激感もあります。刺激がほとんどなく穏やかです。たくさんのクコの実や椎茸や鶏肉など入っていて、中国製品としては賑やかで楽しいです。日本人にも十分受け入れられそうな製品です。